はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師、仲間君宏と戦わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いします。お願いします。番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また、YouTube でも同時に配信をしています。YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱と検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで8月14日、そうですね、真っ只中っていう、真っ只中の日曜日ですね。ねえ、皆さんお盆どう過ごされてますかね。そうですね。ね、帰省されてる方もね、いらっしゃるかもしれないですけれども。そうですね。ね、はい、やっぱりまだ今年も戻ったと、特にこう行動制限ないとはいえ、やっぱり感染が拡大して、うん、ちょっとやっぱ控えてる感じですよね。なんかどこ行っても結構ガラガラっとしてる。うんうんうん。その印象はありますね。はい。うん。まあ、でもね、なんかお盆っていうとやっぱり皆さん8月半ばってイメージしますけれども、はい、お盆の時期っていろいろあるんですかね。そうですね、なんか東京は実はですね、お盆は7月15日を中心に、ね、おー、そうなんですね、はい、だから東京のお盆は7月っていう感じで、8月はちょっと違うっていう感じなんですね。じゃあ本当に江戸、この皆さんは7月がお盆なんですね。そうそうそうみたいですよ。なんかもともと旧暦の7月15日に行われていたのがお盆だそうです、もともとは。そうなんですね。でも全国的にはね、8月のイメージですよね。そうですね、まあ、具体的にどこかというと、多摩地区の、東京の多摩地区の一部を除く東京全域と、うん、北海道の函館と、うん、あと金沢ですね。旧市街地が 7月にお盆を行っているそうです。お、そうなんですね。じゃあお盆休みが7月の方もいらっしゃるってことですね。そうですね。へえ。もともと7月だったのが、改暦後に新暦の8月15日に行われるようになったっていう文化みたいですね。へえ。実は東京は、7月。本当は7月。はい、なんですけど、基本東京って、まあ、変な話、地方の人の集まりじゃないですか。わかります。もともと東京の人いないので、あんまりだからその話題を知ってる人もそんなにいないっていう。そうですよね。だって一般の会社もみんなお盆休みって8月ですもんね。そうなんですよ、ね。東京の会社。うんうんうん。そう、そうだから。うん。そうなんです。まあ、ただ実は、東京はでも7月だったっていう。てか、もともと7月だったってことですね。それがそもそも、ね、改暦されて8月になったっていう。へ、ね、まあ、沖縄は多分当然、まあ、8月でしょうね。そうですよね、8月ですよね。なんか沖縄の、あれですよね、お墓ってすごい大きくって、あ、そうですね、お墓の前で皆さんでピクニックできたりするんですよね。そこですね。ね、沖縄の墓、お墓っていうか。うんうん。だからなんかちょっと怖いイメージとは全く違うんでしょうね、と思って。うんうんうん。いいですよね。そこでこう、ね、親戚で集まって、皆さんで飲んだりしたら楽しいですよね。楽しそうですね。ね、楽しそう。うんうんうん。いいですね。はい。うん、沖縄は、あれですよね、その、住宅自体も台風に強いようになってるんですね、確か。台風にされないように。
なるほどですね。だから平屋が多いんですかね。そうですね。まあそこはちょっと平屋が多い理由はちょっとわかんないですけど。でも実は沖縄ってなんかすごくこう台風って言えば沖縄みたいな感じじゃないですか。はいはい、でも実は一番台風が上陸しやすい場所って鹿児島県の枕崎なんですよね。そうなんですね。なんかよくテレビで枕崎市の中継がありますよね。あります。あそこが一番なんですよね、実は。なるほどですね。そっか。まあ、鹿児島県大きいですしね。そうなんですよ。だから枕崎市が多分一番通過するっていう場所みたいですね。なんか沖縄はただその停滞する時間が長いんですね。ああ、ね、そう。沖縄で停滞して何日か停滞したのが、うんうん、上の方にこう上がっ北上していくっていうような感じなので、うん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 、なのでまあ東京とかにもし台風が直撃しても一瞬で終わるじゃないですか。確かに。はい、沖縄はそれが多分長いから多分台風だなと。そうなんですね。東京って台風くるくるって言っても朝起きるともう晴れてるって多いですもんね。そうですね。だからあんまり直撃ってそんなないですね、うん、ピンポイント、うんうんうん、そうですね。確かに時間が短いです。そうなんです。だから枕崎市が一番あれなんですよね、台風の中継地点なんですよね。そのいろいろあるんですよね、その台風の観測のなんか詳しく分かんないですけど。はいはいはい、うんうんうん、そうなんですね。なるほどです。ちょっと今日はお盆から台風のお話でしたが、そうですね。はい、ここで一曲聴いていただきますね。はい、じゃあ、ビギンで島んちゅの宝です。はい。お便りを、はい、ご紹介します。はい、お願いします。滋賀県在住の、琵琶湖のお姫様。まあ、滋賀県、琵琶湖、いいですね。初滋賀県まで行きましたね。そうですね。これなんか結構裁判って傍聴できるんですか、調停あるある教えてください。めっちゃ直球ですけど。直球直球で、はいはいはい、そうですね。なんか裁判傍聴できることを結構知らない方も多いんだなと思って、はい、裁判ってもともと憲法で公開の法廷で行うって書いてあるので、うん、公開されるのが原則なんですよね。だから、どなたでも皆さん裁判傍聴できます。それがこう、何ですかね、裁判を受ける権利があるし、その裁判がこう、皆さんに公開されてるっていうことで、何て言うんですかね、その、公明正大っていうか、きちんとこう、皆さんが見られる状況でちゃんとしたことやってますっていうところもあるので、そういうに規定されてるんですよね。だからよくね、有名人の方とかが、はいはい、刑事裁判とかで捕まったりすると、傍聴券のね、抽選にすごい列ができますよね。なんかでもすごいですよね、うん、うん、そういうちょっと有名な人が裁判ってなった時の、うん、すごいですよね。はい、最近あんまり話題にならないですけど、本当コロナ禍前とかは、うんうんうん、なんか長蛇の列でみたいな。ありましたよね。今ちょっとコロナになっちゃったので、裁判所も傍聴席半分にしてるような感じなんです。飛行機にで席を取ってるので、まあ今そういう裁判があったとしても、かなり傍聴券は少ないとは思うんですけれどもね。ちなみにその傍聴してる人が、ヤジとか飛ばしていいんですか？ダメです。それはもう飛ばした瞬間退場させられるみたいな。速攻退場ですね。すごい。それをちゃんと見張ってる警備の人がいるんですか？なるほど。警備の人はいないですけれども、法廷の中って、まあ、ある意味その裁判官が、裁判官が何て言ったらいいんですかね、はいはい、そこが全権持ってるというか、もう裁判官が退廷してくださいって言ったら出なきゃいけないので、もしそれでこう、何かすごい力づくみたいなことがあるんでしたら、はい、出てくると思います。なんか分かんないですけど、ちょっとこう若干そういうことやりそうな人が傍聴してて、なんかもう許せないとかっていう感情が湧いてきて、わーってなる人とかいないんですかね。例えばその被害者のご家族とかそういう感じですか？そうですね、ご家族もそうだし、まあ、ちょっといろいろ事件性を知って、そんなもうこの人は許せないみたいな感じの、はいはいはい、まあ、デモ的な感じじゃないですけど、うんうんうん、そういう人が傍聴してて、
なるほど。そういう、こう事件とかになんかなったりはしないんですか？なんかそういうの私は目撃したことはないですけれども、でもそういう怪しい人がいたらもうおそらく、はい、つまみ出されちゃうんじゃないでしょうか。はい、やっぱり裁判官とか、検事、弁護士がいるわけじゃないですか。まあ、変な話ですよ。その、恨みを買う可能性もあるわけじゃないですか。ああ、そうですね。あの。特に裁判官とかって。確かに。でも、あの、SP はついてないですよね。SP はついてない。SP はついてないですし、はい、そこまでね、身の危険を感じる方ってどうなんですかね。まあ、よくなんかね、裁判所の前とかにこういうすごい、あの、なんていうんですか、タレみたいのとかはね、すごいですけどね。はい。いや、だから、今ふと思ったんですよね。だからなんかこう、暴れ出したりして、ってあってもおかしくないんじゃないかって思いながらも、まあ確かに、なんかテレビとかどう、あそこまで、まあそんなにじゃないって感じなんですね。うん、そうですね、はい、まあ、普通の民事事件でそういうことはないと思うんですけれどもね。まあまあまあ、でももちろんあの警備の方いらっしゃるので、もし何かあったら飛んでくると思います。あ、裁判官はやっぱり黒い服は着てる。うん、黒い服着てますよ。裁判員、裁判もの裁判員の方も黒い服着てるんですか？黒い服着て、そう、その時はそうですね。あ、やっぱりみんなそれ、あれ違ったかな。でも、ね、あの、国民の代表ですからね。うん、で最後あれ戦うんですか？戦わないです、それはあの、あ、それはない。そうそうそう、なんかあれ何ですかね、そのイメージ。あ、それはない、ない、ないんです。ないんですよ。あれは何ですかね、カンカンがないですよ。ああ。うん。そうなんですよ。まあ、じゃあなんでそうなったんでしょうね。ねえ、あれアメリカですかね。アメリカ、あ、アメリカ叩くんですか。うん、アメリカあると思います。あ、日本ないですか、ね。ああ、なるほど。そのイメージがないですかね。あれと、あれですよね、裁判とオークションを叩くってイメージがあります。決心したときにバンバンってあのオークションをはい決まりっていうときによく叩く。なるほど、日本は叩かないです。それは叩くないですよ。そうなんです。だからあのぜひなんか夏休みですし、あの、まあ、ちょっと裁判所もね、あの、あ、なんですかね、交代で裁判官の方も夏休み取ったりはするので、いつもより事件は少ないんですけれども、あのぜひ傍聴行っていただけると面白いと思います。で、あの、傍聴されるんであれば刑事事件のが面白いと思うので。ぜひぜひ、そうですね、東京のね、東京地方裁判所とかだと一回入ったところに、前はね、こう紙でこう改訂表があったんですよ。でこう調べてどの事件見たいってやってたのが、はい、今はなんかもうね、タッチパネルになっててちょっとかっこよくなってるので、それでこう事件が、あの、何時から何があるかっていうのは分かるので、見ていただいて、今日はその裁判官に合わせて黒い服を着たっていうわけじゃなくて、私が私がじゃあ今日たまたまちょっと黒い服、あ、たまたまでした、たまたまでしたね。今日のその質問とはちょっと関係なかったですね。関係ないですね。関係なかった、はい、すいません。でもはいはいはい、あとは、うん、調停あるある教えてください。調停あるある、なんか多分皆さんあれですよね、なんかいわゆる裁判と調停って何が違うんですかって思われてるんじゃないかなと。裁判と調停、なんかその区別すらあんまり考えたこともないかなって。そうですよね、そうですよね。多分皆さんがこういわゆるなんだろう、想像してるこう法廷の様子、こう上に裁判官がいて、はい、弁護士いて、まあ、民事だったら弁護士、弁護士ですけれども、刑事だったら弁護士、検察官がいてっていうのは、いわゆる裁判の法廷ですよね。で、調停ってもっとお話し合いの場なので、ああいう法廷ではやらなくって、普通の、なんて言ったらいいですか、打ち合わせ室みたいなところでやるんですよね。で、調停から裁判になるとかっていう意味なんですか？そういうわけじゃなくて、調停は調停なんですか？調停は調停、裁判は裁判なんですけれども、いわゆる、なんていうんですかね、
家庭裁判所案件、その、はいはい、婚とか相続とか、そういうものは、調停からやらなきゃいけないんですかね。なので、まあ、離婚を例に挙げちゃうと、離婚したいって言って、ご本人同士でこう、協議が整わなかった時に、じゃあ、次どうしますかって言った時に、先週ご紹介した ADR をですね、はいはい、いただいてもいいんですけども、まあ、そうじゃなかった場合は裁判所行くしかないんですけれども、必ず調停前置って言って、いきなり訴訟ができないんですよ、離婚に関しては。はい、なので、必ず離婚の調停を起こしていただいて、で、まず調停で、2人で、まあ、ご当事者で話し合う機会っていうのを設けるっていうのが、まあ、事件的にも合ってるっていうことなんですよね。いきなり判決よりも。で、そうすると調停なんです。で、調停は何かっていうと、調停員の方がお二人いて、そこに、はい、まあ、当事者お二人いらっしゃいますけれども、が調停室に交互に入っていってお話を聞いてもらって、どうこう話し合いができますかってなって、でそれでも不成立ってなると初めて訴訟に行くんですよ。その調停員さんっていうのは何かそういう特殊な人なんですか？調停員はちょっと身分は明かさないんですよね。その何なのかっていうのは分かんないんですけど。あ、でも裁判官とは違うんですか？全然違うんですよ。で、調停員通常2人いらして、と裁判官の調停委員会としては3人で構成されてるんですけど、普段の調停のその期日には裁判官は出てこないので、調停員の方がいらっしゃるんです。で、その調停員の方がどういうご職業かっていうのはわからないんですよね。で、ただ、昔だったら何でしたっけ、その村の長老じゃないですけれども、はい、そういうこう人生経験豊富な方とか、こう専門的な知識がある方っていうのがやってらしてて、まあ、弁護士の方もいらっしゃいますし、割とこう相続系だとね、不動産関係に強い方とか、あと税理士さんとか、そういう方もいらっしゃいますし、そうなんです。それはもう身分を明かさないっていうことは、そういういろいろな職業の人がいるってことですね、そういう。そうですね、いちいち言わないですね。はい、自分が単に調停員としているだけなので。だからでも調停員になるために何か資格とかが必要なんじゃないですか。ら立候補していくみたいな。立候補はできないので、ちょっとそこも隠されてるかな。なるほどね。代々こうなんですかね、まあ、推薦というか他選というか、そういうことですね。そうなんですよ。どう、うん、でも結構身分的にはすごいじゃないですか、調停。だってそこで変な話、裁判に、訴訟に行く前を止められることもできる。そうですね、そうですね。うん、それはそうなんですけれども、調停員っていう職業ではないので、皆さん別に他の職を持ってらっしゃるんですよ。で、その時だけ調停員やってらしてるだけなので、別にその裁判所の専門なんですかね、そこ所属してるとかそういうわけではないんです。でもその調停と ADR もまたちょっと違う、全然違うんですね。全然違いますね。ADR は民間の組織なので。ああ、そっかそっか。はい、そうなんです。裁判所の組織ではないので。またちょっとそこが。ADR はもっと柔軟にっていうところもやってるところなんですけれど。そうなんですよ。まあいろいろ、なんですかね、オンラインでできたりとか、まあ、調停もちょっとできるところもありますけれども、あとこう時間をね問わないとか、民間の組織なので柔軟だっていうのはありますかね。なんかちょっと今話の中に、あと民事と刑事、違うじゃないですか。あれについて分かってない人も結構いると思うんですけど。なるほどです。そもそもかです。そうですよね。だ、刑事事件って皆さんが想像されて、逮捕された、起訴された、なんか犯罪を起こして起訴されたって言ってるのが刑事事件ですね。はい、はいはい、もうそれ以外民事と思っていただければ。それ以外が民事、そうか、そう、それで大丈夫ですね。じゃあ離婚は基本民事ってこと？もちろんです、もちろんです。そうです、民事です。刑事と民事はその進め方が違うんですか、何か？ちょっといろいろルールも違うところ、細かくはあるんですけれども、やっぱ一番大きなところは、刑事って検察官しか起訴できないんですよね。ね、キムタクがやってたヒーローでね、有名だと検事ですけれども、はいはい、検察官が
基礎の権限を持っているので、その犯罪を犯したと思われる方に対して裁判にかけるっていうことなんですよね。でそれは検察官がやる、でそれを弁護するのは弁護士っていう、まさにこう裁判官、検察官、弁護士3者が対峙するのが刑事事件なんですけど、民事は検察官出てこないので、弁護士と弁護士ですね。なるほどね。はい。なんかちょっとイメージ。分かってたつもりですけど、なんか詳しく知れて。本当ですか。はい。あんまり多分ですね、多分知らない人も多いと思います。民事と刑事って言われても、なんか裁判も裁判でしょうみたいな。ああ。認識の人の方が多分多いと思います。なるほどですね。まあ、全然ね、全然違うものですけどね。あと犯罪を犯したってことですからね。そうですね。だから民事の方は要は犯罪ではないってことですね。犯罪じゃないけど揉めてるますみたいな。単に揉めてるっていうことですよね。当事者がちょっと揉めてるっていうのが民事ですね。別に刑事はその当事者は一人だけっていう、その被告人だけなので。ああ、でも民事は、うん、裁判官は民事は出てくる。裁判官もだいろいろですよね。そのだから民事ばっかりやってらっしゃる方もいれば、両方やったりもちろんするので、特に地方の裁判所に行ったりしたら、全部来ると思いますよ。民事も刑事も。裁判官の方は大変ですよね。なるほど。で、検事はじゃあ刑事事件にしか来ないってことですね。そうです、そうです、そうです。検事は刑事事件しか来ないです。あ、うん、すごいですね、検事。検事ね、刑事事件好きだと、むしろ民事やりたくないっていう、ね、方は、検事志望がになりますよね。刑事事件が好きっていうんであれば。検事が出てきたら、わーみたいになるんです。ならないですね。ならないですね。なんか、すごい、なんか、はい、ありがとうございます。裁判のお話で。時間が過ぎちゃった。はい、終わりに近づいてきたんで、はい、毎週、はい、アツコの手相コーナーということで、アツコの手相コーナーね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとすごいメジャーな線なんですけど、説明しづらいから言ってなかった、今日は覇王線があるかを見たいと思います。はい、ダウンタウンのまっちゃんとかにもあると言われているいわゆる天下取りの層ですね。へー。はい、で、なんて言ったらいいのかな、中指から真ん中、中指から下に直線で伸びる、運命線があるんですけれども、はい、それ以外に、ですね、今私右手で見てますけれども、薬指の方に伸びる、そこを視点を一緒にして薬指の方に伸びる線、小指の方に伸びる線みたいな、熊手みたいな形。3本、真ん中が1本で3個分かれてるような線が出てると、これ覇王線って言って、はいはい、はい、天下を取った武将とかにも出てたと言われる、はい、天下取りの層なんですよ。だからすごいレア手そうです。もし持ってたらすごいと思います。マスカケ線よりもいないんじゃないですかね。徳川家康も持っと、うん、徳川家康、うん、なんか織田信長が持ってたと思うんですけど、織田信長はでも天下取れなかった、ね、あ、そっか。秀吉とじゃあですか、ね、出てたかな。そうですね。覇王戦、覇王戦なかなか出ないんですよ。ぜひぜひ見てみてください。はいはい、こんな感じで、はい、あっという間でしたね。また30分でしたが、はい、皆さんまだまだ暑い日が続きますが、はい、ちょっとはい、お盆休み取っていただいたりして、ゆっくり過ごしていただきたいですね。まだまだ、多分お盆ですね、一応。うん、まだね、お盆続きますね。そして夏休みもあと2週間ぐらいってとこですかね。そうですね。お子様たちのね。はい。皆さん、この時期ぐらいからね、ぜひ宿題を続けていただいて。そうですね、はい、これ甲子園もそろそろ盛り上がってくる感じですね。そうですね。確かに確かに、夏ですね。夏ですね、夏ですね。はい、じゃあ皆さんぜひぜひ体に気をつけて楽しい夏を過ごしてください、はい。
そうですね、新日本プロレスの G1 クライマックス、うん、もうすぐ、今週決勝ですね。ね、そうですよね。あんまりどうでもいい話題だったかもしれないですけど。ぜひ今度プロレスの話題もしましょう。そうですね。ということで、今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、また来週お待ちしてます。おやすみなさーい。